ドスパチョークに預けて細かいプレー、さあ裏に抜けてきます。ボールを残してまだ2人でつなぐ高峰、取りどころがどこだ。ジュビロ行きたいですね。苦しいですけどね、これは、はい、もちろんスパチョークが球離れがいい、高峰流し込んだ。最後はディフェンスに当たったか。高峰のゴール、3対0。90分になるところ、これは岩田にとっては今日のゲーム勝負を決定づける。